はい、来ました。今回もモンスターをハントしていく実況やってきますよ。今回もモンスターの方をハウントしていくやつやっていきますよ。主役の桜双葉です。お供のモルガナです。はい、そういったわけで今回はフリークエストでリオレウスさんやっちゃってこうよ。こいつ乗っかったまんま後処理しねえのな。お前らまた騙されちゃったな。これペルソナ5じゃねえよ。モンハン W クロスだよ。ワールドだよ。盛り上がってるとこ恐縮ですが、今回から動画時間短めでやってきますんで。出費へ消えなんでご安心ください。あとマリサさん、今回はタル爆弾禁止ねえ。ねえよ、メイン武器なしとかそんな縛りプレイでクリアできるわけねえだろ。これ上級クエやぞ、相手リオレウスやぞ、相手あのリオレウスさんやぞ、死ねというのか、貴様は死に死ねというのか、生きる。はい、そういうわけで今回は太刀だけで勝ってきます。こいつなんやかんや言っても最終的には受け入れるのな。わしの唯一の主役動画シリーズですからね、必死さが違いますから。今太刀を練習しねえとこの先辛くなる一方ですんでね。やっとリオレウスさんにたどり着いたと思ったら移動しだすグダ展開。リオレウスは頻繁に移動するんでバトル入るまでが苦労するイメージあるよね。正直森マップ複雑でまだよく覚えてねえんで追跡するのもきつい。うおっし、見つけたぞリオレウス。こっからがかりの始まりだぜ。まずは軽くつぶて打ってっからの方向で威嚇か。この程度でビビるわしではないぞ。あれ、なんで無視するん。やべえな、これ始まって10分経つのに全然バトル始まんねえぞ。ガジャブーしか攻撃してこない、悲しみ。もし今度こそ見つけたぞ。開始から15分経過でやっと本格的な戦闘開始。いいよ、この生まれ変わった立ちさばき。最近バックステップギリと見切りギリを覚えたんで以前よりはかなりマシになったね。とはいえ方向かわすとかは基本無理なんで従来通りのグダプレイで済んで過剰な期待はご遠慮ください。あちょ読書やめろください。はよげ毒剤飲まないとまずいですよマリサさん。OK、 ちょっと待って、書とか出すから。なんかダム的なやつ決壊してるんすけど。はよ逃げて、はよはよ。あちょ今攻撃とかずるない。これ今回もグダるやつですは。いやでも今のはどうやっても避けようのない事故みてぇなやつですからね。しゃあなしですよね。うん、しゃあないしゃあない。こいつ毎回事故起きてるな。明らかに立ち回り悪いだけやろ。速コースに戻って奮闘するも、再び柳流行の読書の前に2を詰め、毒でモリモリ体力減ってるとこをガンガン来られて回復飲んでる暇がないな。これはもう無理かなと思ったけど、こっから慎重に立ち回って意外とあっさり尻尾切断に成功。いや最初っから慎重に行けってことですよ。しかしこっからが問題発生ですよ。この緑の方が出てきちゃう例のあれですよ。あーこれね、赤と緑セットのやつね。赤のリオレウスには頻繁に緑のリオレイヤーが合流してきちゃう問題ありますんで。やっぱオスのリオレウスとメスのリオレイヤーがすげーイチャコラするんで、片方だけ借りたいのにもう片方が邪魔してくるんよね。これもう実質に対1になるんで、すげー難易度上がる感じやめてくれませんかね。正直普通に1体狩るだけならなんとかなるんすけど、上級マップなると他のモンスターがが頻繁に乱入してくるんで、これがめんどくさい。なんやかんやでラストの巣まで追い込むも、最後まで緑のリオレイヤーが邪魔して無念のタイムアップ。他にもアンジャナフやバゼルギウスが乱入してくるんで、なかなかリオレウスにダメージ与えらんねえなこれ。ということで今度はスリンガーいろいろ持ってきましたんで、小屋師団で邪魔なモンスターには帰ってもらって、好きあらば先行団でまとめてスタンさせる完璧な作戦。使い始めっからスリンガーアイテムケチんなよ。小屋師団持ってはいたんだけど、ストック少なくてケチってたのがいけなかったな。今回は一度も映らずに尻尾あっさり切り落として順調なスタート。さすがにもう1対1なら普通にわしゼロ撃つで倒せる相手ですかんね。
事故抜かせばゼロオツで倒せますからね。さっきっから事故ってなんだよ、普通に立ち回り悪くて死んでるだけだろ。それを世間では事故っつーんだろ。いません。なんやかんやで30分過ぎてリオレウスさんもこれ相当しんどくなってきてますよ。これはもういけるんじゃないすかね。と思った矢先に赤いレウスに代わって緑のレイヤー登場。赤いレウスと緑のレイヤー、聞いたことあるようなフレーズだな。まるちゃん、赤いレウスと緑のレイヤー、まるちゃんつけるんじゃねえよ。東洋水産からクレームくんだろ。つかまりささん、レイヤーの方はもうほっといて、レウスおった方がいいんじゃないすかね。もう下抜きの方の尻尾も落としたね。もうタヌキってはっきり言ってんじゃねえか。いやわし考えたんすけど、タヌキとキツネはこれ常にセットで来やがるんで、なんならタヌキの方も弱らしといたら後々楽になるんじゃないすかね。確かにその理論は一理あるね。レイヤーとレウスだけどね。おしじゃんこスリンガーでそば帰らせますね。麺類で呼ぶんじゃねえよ。モンスターを麺類で呼ぶんじゃねえよ。あと一応尻尾から素材だけ取っときますんで。尻尾素材は貴重だかんね。なんやかんやで残り10分で屋上の巣までレウス追ってきたら、レイヤーとバゼルギウスも来る。モンスター大集合のカオス展開。もう時間ないってのに最後に来てこのめんどくせえ流れやべえな。とはいえモンスター同士の攻撃もダメージ入るらしいんで、ここは逆にうまく利用すればチャンスですよ。霊夢さんガンバガンバ。ハンターマリサさん設定なんでお前がやるんだよ。マジかよ、今回もそっちのパターンかよ。今回も私メインのめんどくせえパティーンかよ。もうこういうの今回だけですよ。じゃあ次回から私メインでやりますね。お前も他の実況で散々メインやってんだからええやろが、お前も他で散々メインやってんだからええやろが、これは私の唯一のメインシリーズやろ。どっちだよ。ともかく華麗にバゼルギウスの鱗爆撃をかわしつつ、ジューシーを揚げを包丁で切り刻んでゆくキツネうどんスタイル。吉岡里帆と星野源のやつやろ。それどん兵衛の方だろ。デリケートな部分攻めてくんじゃねえよ。しかし緑のレイヤーがさらに邪魔する展開。ここはウコスリンガーで相対させとっか。匂いに耐えかねてどっかへ飛んでゆくリオレイヤー。かいつの間にかバゼルギウスもどっか逃げてったみてえっすね。これはハンターチャンス。スーパーズピディに登る朝日です。100万円クイズハンター、ハンターチャンス。クワンカの街を彩る AA の夜景が糸ようじ。どうでしょう、5、6とかいいんで、マリサさんハンターチャンスしっかりお願いしますね。動きもかなり遅くなってるリオレウスへ全力鬼人斬り連打。それでもまだ倒れず逃げてゆくリオレウス。そして入れ違いですに帰ってくるリオレイヤー。ほんじゃ我々もレウス追いかけるか。残り5分で赤いレウス追いかけると、今度は一緒に黒い豚カレーガガガ。ただのモスじゃねえか、こいつ豚カレー言いたいだけやろ。迫りクルードン2種を相手にわしの立ち鉢コン食らわせて、無事リオレウス討伐完了。今回は時間切り間に合ったね。約5分くらいの動画する予定が予想外に伸びてまいましたね。なら初めの失敗したやつカットすればよかったやろ。うちの動画はそういうやらせ一切なしのドキュメンタリーなんで。いやこの前にもう一回失敗したやつカットしてんすけどね。霊夢さん、世の中には言わなくていいこともあるんですよ。尺管理って難しいね。ということで、また何かありましたら